はいどうもこんにちは、フーガーです。今回はハリケーンサイクロンというのをやっていきたいと思います。最強の敵ということで、まあ、サイクロン系には未だに一度も勝ったことはないんですけど、まあ、動画には出してないんですけど、メタルサイクロンだったっけ、あれにも勝てなかったですね。もうなんか違うじゃないですか、オーラが他の携帯とも違う、なんか違う感じで、しかも攻撃速度が異常なんですよ。その触れると当たるみたいなはい、ということで、他を寄せ付けない破壊のサイクロン襲来ということで、クリアすると猫タイフーン、こちらの方も気になりますけど、攻撃頻度が多く、たまにクリティカルを放つと、まあ、意外と使えるところではかなり使えそうなキャラクターですかね。はい、まあ、生産速度とかにもよりますけど。はい、これリハーサルっていうか、僕一回クリアできるかどうか不安な時は、その一回やって、あ、無理かな、できるかなで判断するんですよ。まあ統率力はチーンになっちゃうんですけどコンティニュー不可能ということでね、まあクリアするまでチャレンジしていきたいと思います。一応猫っぽい使わせていただきますね。これさ、トレジャーレーダーいらないよね、普通に手に入るんだよね。1回で手に入ってほしいんだけど、まあこういうのは2回もやらないですからちょ、婦人を、今回の婦人をね、まあちょっと攻略サイトとか見て、まあできれば見たくないんですけど、浮いてる敵なんで、浮いてる敵に強いということで、猫、ちょっと待って、これパープ画面で見ないとダメだ。猫 TV でしたね。結構初期のキャラクターって言っちゃえばあれなんですけど、結構持ってる方も多いと思いますけど、人を驚かせるためだって浮いてる敵に打たれ強くで攻撃力を下げるという、強い能力を持っているんですけど、まあ僕は正直使ったことないですね。ちょっとなんか放置してたということで、猫ハッカーもパッチでなんかアップデートされて強くなったらしいんですけど、そんなに分かんないです実際のとこ分かんないです。まあ遠距離といえばこの人が出るのかな。個人的には遠距離って言ったら猫ハッカーのイメージがあるんで。そして、猫ラーマンサーだったっけ、猫マランサー、どこ行った、猫様、猫なんだっけ、猫なんだっけ、わかんない猫ラマンサーというの、ごくたまに浮いてる敵の動きを一瞬止めると、まあ、ごくたまになんで、まあ入れないよりはマシなの、マシかな、まあたまに奇跡的に当たればいいって感じ。まあこっちも入れようと思うんですけど、吹っ飛ばすですからね、まあ浮いてる敵の攻撃の方がいいでしょうかなと僕はもう勝手に判断したんで、壁の数を一つ減らして、まあ猫こいつを入れた次第でございます。で、ゼウスちょっとあんま使い時がないんで入れとこうかなと。はい、まあ、キャットマンとか入れようと思ったんですけど、まあ、ムートもちょっと生産速度と攻撃速度がちょっと遅い印象があるんで、まあそのなんか間を取ってゼウスみたいなはい、じゃあやっていきたいと思います。期間限定のミッションですので早めにやってみてください。明日かな、明日で終わりかな。はい、開始。いやー、クリアできるかな猫分ももしかしたら必要ないかもしれないからね。はい、雨が降ってるということでなかなか凝った演出ですよね。はい、壁でこいつらを退けて、まあ、猫 TV をもう出しておきましょう。まあ、こいつらも出して猫ハッカーも出しとくかな。ゼウスも溜まっちゃった、すごい金の溜まりが早い。ゲゲ、猫 TV はほんと強くて、押し来た、ゼウス行け。ゼウスほんと攻めて見えるようにしてくださいいけいけ、はいえー、サイクロンとか、あーゼウスでもダメか、近づけない、あー猫 TV しか近づけないですね。あーダメだ、少数精鋭でいけばなんとかなるか。巨人猫でもう叩いてもらうしかないですね。オッケーオッケー、攻撃力を下げて
うん、そして打たれ強い動物なんでね。よし、いけ巨人猫お前だけが頼りだ。いいぞ。猫 TV は本当強いな本当強い。あ、猫ラマンさんも全然近づけないですね。意味がないですうわ強い、強すぎる。なんだこれ、化け物かよあれ結構さっきいいところまで行ったんですけどね、おかしいなおかしいな。あー巨人猫、生産するから。ああの棒人間が邪魔だな。地味で、あ、なんでお前出てくんだ、お前ほんと意味がねえぞよし、いいぞ巨人猫は削ってくれ。ん、でも巨人猫強くないこれ、当たってんの本当に攻撃が当たってんのかどうかな強すぎない。でもそれ以外はほんと壁も意味ないですね。時間稼ぎにはなるけど攻撃の足しにはなる。まあ本当壁としての役割しかおすげえ巨人猫持ったなぁ、2回目だけど。いいぞ。お、いけるじゃん。もう猫ハッカーさんのとこまで来ないようにしましょうね。あの人のとこまで来たら終わりですうん、もう猫 TV ってそのにゃんこ大戦争を始めた時に当たって、もう最初に当たった激レアだったかな。激レア、はい、いけました、クリアです。で、使う時がなかったんですよ。やっぱりその日本編って浮いてる敵っていうのはそんなにいなかったじゃないですか。カオル君とか、まあ、ブンブン戦、まあ、ケグはいるな、いるけどそんなに使うって時はなかったと思うんですよ。ね、まあ打たれ詰めってのは大きいですけどね、そうないですよね、まあまあ、もうちょっと生産速度がまあ早いっちゃ早いけど、まあちょっともうちょっとね使っていきたいなと。本当固定ばっかされる、あの固定ばっかするとね、まあ、動画出してる身ですからね、味気ないかなと感じるところもあるんですけど、コメントでも他のにゃんこを使ってくださいよとか言われたんですけど、なんか基本キャラでもこのゲームは基本いけちゃうので、あの変えるとどうなん、不安なんですよ。あのあんま変えたくないんですはい、どこだ、あ、猫フィッシュなんかいたっけ、え、ゲットしたっけ、解放してねえあ、猫大噴かわいいですね。じゃあ早速使ってみたいと思います。猫フィッシュはまあいいか、狂乱はでもあんま使わないからな狂乱、あとバトルと島だけか。バトルが一番難しいって言われてるんで、もうあの巨人より強いっていうとあんま想像したくないんですよね今んとこ一番難しいですから、あれが僕の中では。早速じゃあ猫大噴使ってみたいと思います。こういう取得っていうかステージでゲットできるキャラにしては珍しく使えそうな感じのキャラですよね。うん、可愛いしね、モーションも気になるな。今日な、ほんとね、できれば統率力を無駄にせず、土日は統率力っていうかお金を稼ぎたいんですよじゃあ中級でいっかな、攻めてほしいんで。あ、上級でよかったか。まあ猫台風の攻撃が見たいんで。へえ、来た、やばい。まあ中級なんでこの人たちでもいけるんじゃないかなと。いけ、おかわいい、かわいいよいけるか、猫台風の攻撃で。いけるんじゃねえか、これ面白いな。あ、本当に攻撃速度が速いこれ強くない？クリティカルでしょ、でもこれは強いぞ多分これは楽しいね、見てるだけでも。いやー、これは使うんじゃないか。しかもクリティカルだから、そうかな、メタルカバーじゃん、連れてくるかな。
ベルセルクと一緒。あ、強い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 、あの間を置かない攻撃なんで、あーやばい、これはやばいカンガルーとかやばい、これ大丈夫かな、ですよね、ちょっと大型ユニットは活躍しなかったんで、でも強いですね、強化しないんですぐやられちゃうんですけど、ゼウスさんは見えるようにしてほしいな見えないから、よし、ズーム最大限ズームアップしても顔が見えないんですよ、ほんとひどい設計ですよねいい意味ですよ、いい意味でひどい設計です。いや、はい、ということで、まあ、今回は無事クリアできました。そして猫タイフーンですが、まあ、なかなかメタルな敵には強そうな感じじゃないですか。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。暴風なんとかもう忘れちゃった日曜29日までだったかな、までなんで、ぜひチャレンジしてみてください。まあ個人的にはメタルサイクロンよりも弱かったですかね。激レアキャラクターっていうか、そんな中型のユニットで対処できるんで、まあクリアできないことはないと思います、ある程度いけばね。はい、まあ、レジェンドも進みたいんですけど、最近更新速度が遅くてすいません、ニャンコ大戦争のね、仙道の道もやっていこうかな、まあ、近々やりたいと思います。バトル猫はもうやる予定はないですやりたくないですつうか、使わないのになんでやらなきゃいけないんだって話なんですよまあこんな風にアップデートで追加されて、これ本当ありがたいですね、うん、クリアしたかどうかっていうか、うん、取得できたかどうかっていうのも本当便利です。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。